どうもチョロです。ポケガの PVP の動画を上げております、今回はですねギラティナランタンクリセリアっていうパーティーでハイパーリーグ潜っていこうと思います。で1戦目なんですが、相手がトドゼルがですね、まあ、これは出し負けているので、まあ、即ランタンに引いていくんですけれども、まあ、ランタンはねトドゼルカに対しては結構強気に出ていけて、というのも地震一発食らってもやられないですし、地震プラススララバリでもね生き残るので、まあ、そういった意味でねかなり強気に出ていきますね。で相手がグライオンに引いてきて、なんか最近グライオン触れましたよね。うん。まあ翼率が強化されて、で、あと辻斬りがね、環境に刺さっていて、地震も刺さってるので、まあ確かにね、悪くない選択というか、まあむしろ強い方だと思います。で、まあ、とはいえね、相手のグライオンって、まあ地面タイプ入ってるんでね、波乗りがね、抜群で入るので、ここはできれば突破したいですね。トドゼルガと、まあギラティナのタイミングはちょっと作りたくないので、まあ突破していきたいんですけれども、とはいえやっぱね、翼で打つは回転早いんでね、ちょっとね、あれですよね。ただまあ波乗り2発受けてくれて、これであれば多分対面奪えるんじゃないかな。ここしっかりシールを貼っていけば、これ多分自信打ってるはずなんで、うん、まあここで対面を奪っていって、なんとかね、スパークだけでね、なんすかね、相手耐性があるんですけれども、まあ倒させてもらって、で、裏を見ていくって形にしようかなと思います。で、おそらくトドゼルが戻ってくるんですけれども、まあ、グライオンの地震に比べればね、全然ね、トロゼルガの地震はね、偽物の地震なんで、まあ、悪くはないかなと思います。まあ、クレセリアも裏に控えてますし、うん、なんとか戦える状況は作れましたね。まあ、シールの2枚奪われちゃったんですけれども、まあ、3体目次第ではね、まだまだ戦えるかなと思ってます。で、相手ここ強気でしたね。10万ボルト、うん、張ってこなくて、うん、波乗りと読んだのかちょっとわかんないんですけれども、ただもう一発打てたんでね、まあ、これでダメージを取っていって、で、ここはあれですね、ランタンをむざむざ殺させる必要ないと思うので、うん、なるのはクレセリア投げていきました。まあおそらくね、地震打ってくると思うので、まあここでね、クレセリアに受けてもらって、で、様子を見に行くんですけれども、うん、最後に出てきたのがね、リザードンでしたね。これあれですね、ランタン生かした甲斐があるって感じがしますね。うん。まあクレセリアであれば、まあね、リザードンね、シャドウで火力、強力ではあるんですけれども、まあある程度ね、受けられますし、とはいってもね、なかなかの大ダメージなんですけれども、うん。まあでもね、割とね、戦えると思うので、うん、まあ悪くない状況は作れたんじゃないかなと思います。で、まあここでムーンフォースを打っていって、で、どうだろうな、ムーンフォースも間に合わないかな。まあ草結びでもいいので、まあダメージを取っていこうかなと思います。これギリ打てたの大きいですね。まあクレセリアやっぱ耐久力があるので、まあ翼で打つ程度のね、ダメージであればね、まあこんな感じでちょっと耐えてもらって、で、しかもシールを奪えたの大きいですね。で、まあ相手にちょっと起点作られちゃったんですけれども、まあランタンの HP 結構残ってるんで、まだまだ前えますね。うん。で、まあこれブラストパン打ってくるんですが、まあ一応耐性があるので、うん、全然受けられるんですけれども、とはいえこの火力ですよね。次はもう受けられないですね。やっぱシャドウのリザードンは、うん、火力化け物なんで、うん、耐性があるとはいえなかなかのダメージでしたね。で、まあこれシールドを奪っていって、で、こうなってくると相手の次のブラストバン受けられないんで、まあ、そのタイミングでギラティナを投げていって、で、ブラストバンを受けていってって感じですかね。ただ相手これドラゴンクローでもランタン倒せたんじゃないかな。まあでもどちらにしろこちらとしてはね、OK ですね。で、このまま戦っていって、もう一発ドラゴンクロー飛んでくるんですけれども、ギラティナの耐久力がね、全然耐えるんで耐えてもらって、で、もうあれですかね、相手のトロゼルガはさっき地震入ってますし、うん。まあ、つららばり間に合わないんじゃないかな。こっちのドラゴンクローの方が多分早いと思うので、うん、まあ、これで相手の、トロゼルガを倒していって、こちらの勝ちですね。まあ、万が一ね、これつららばり撃たれてしまったとしても、まあ、ランタンがね、もう波乗りまで、まあ、ほぼ溜まっていたので、こちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。今のはそうですね、相手の出しがち後追いはね、結構完璧だったんですけれども、ランタンが強かったですね。グライオンのところで相手は、あれかな、なんとしても対面死守した方が良かった感じがしますね。まあ、ランタンはあれですよね、リザードンに圧倒的な強さがあるので、まあ、そこがね、決め手だった気がします。で、まあ、次の対戦なんですが、相手、オーロットですね。まあ、一応このタイミングは出しがちになるのかな。うん、シールのハリハリで頑張っていけば勝てると思うんですけれども、ただ相手はね、シャドーボール素直に行ってくればね、こちらのシールの2枚剥がすことができるんで、うん、なかなかですよね。うん。で、相手はどうだろう、シールの1枚残した状態で、うん、あれかな、去っていくって感じになるのかな。うん。なので、まあ、うん、まあ、まあ、微妙な対面っちゃ対面ですよね。まあ、勝ってるような負けてるような。うん。どうなんですかね。うん。シールド奪われちゃっていう面ではなかなかな対面だと思います。とはいえね、まあ、一応ね、なんですかね、このパーティーで言ったら、
なんですか、対面を奪うことをね、重視した方がいいと思うので、まあ、しっかりシールを貼っていってね、対面を奪っていこうかなと思います。で、まあ、この後はもう、シャドウクローだけで持っていけるはずなんで、まあ、シャドウクローだけで持っていって、で、裏を見ていくんですけれども、まあ、相手が何を出してくるかって感じになります。で、出てきたのがアマルルガですね。これなかなかですよね。アマルルガは、一気に注目浴びましたよね。メテオビームがまず強力なのと、あと、まあ、雪ならでしたっけ？ウェザーボールでしたっけ？ウェザーボールだったかな？うん。まあ、環境に刺さるんでね。うん、なかなかですよね。うん。とはいえ、まあ、裏のランタンがこいつに対しては強く出ていきますし、あと、あれですね、クレセリアも、まあ、全然悪くないので、まあ、これもギラティナでそのまま突っ張っていって、まあ、やられるまでね、削っていこうかなと思います。で、まあ、ギラティナはね、やっぱさすがの耐久力があるので、相手に技さえ打たれなければ、結構アマルルが削ることできるんですよね。なんならもうシールの張り合い勝負でも、まあ、負けちゃうは負けちゃうんですけれども、結構持っていけるんで、うん。まあ、悪くはないですね。で、ここに対してはクレセリアから入るかな。うん、まあ、クレセリアの方が耐久力があるので、まあ、メテオビームもね、全然普通に受けられますし、あとは、あれですね、雪なら、ウェザーボールか、もう全然大丈夫なんで、まあ、受けていって、で、相手が最後にリザードを投げてきたので、そこにランタン投げていくって感じですね。まあ、さっき言ったようにリザードに対してはランタン、無類の強さが起こっているので、勝ちですね。対戦ありがとうございました。うん、やっぱ今シーズン大暴れしてるリザードンを完封できるランタンはめちゃめちゃ強いですよね。うん。なんならアマルルガとかトゾゼルガでもね、強気に出ていけるんで、うん。まあ、使ってる人あんまいないんですけれども、おすすめのポケモンです。で、まあ、次の対戦なんですが、相手カプレヒレですね。まあ、この対面一応シールの張り合いなら勝てる対面ではあるんですけれども、とはいえ結構消耗してしまいますし、うん、あんまり嬉しくはない対面ですね。なのでまあ、どうしようかな。まあ、途中でランタン投げていくみたいな形にするか、まあ、相手の動き次第ではあるんですけれども、うん、まあ、どうしようかなって感じになります。まあ、ギラティナはね、ムーフォース食らうとあれなんで、あ、クレセリア投げましたね。ただまあ、初手でカプレヒラ使ってる人は大体クレセリア対策してるはずなんですよ。うん。まあ、それはね、まあ、クレセリアが当然カプレヒラで強いので、まあ、あれなんですけれども、まあ、今回バルジーナで追っかけてきて、ただまあ、追っかけてきたポケモンがバルジーナであれば、まあ、悪くはないような気がします。一応ね、ムーフォースで抜群つけてね、まあ、うん、ダメージ取れますし、あとはまあ、ランタンでも起点にできるので、まあ、ちょっと余裕を持って戦えるような感じになりましたね。まあ、そうなってくると3体目次第ではあるんですけれども、うん、まあどうかなって感じがあります。で、まあムーンフォースを打っていって、で、まあ悪の波動飛んでくるかな。うん、あ、飛んできますね。まあこっちはしっかりとね、タイミング合わせて技を打っていく形になるんですけれども、とはいえは全然ね、これ耐えられるんで、まあ普通に受けていって、で、こちらはムーンフォースを打っていくんですが、相手これ張ってくるのかな？どうだろう？まあ相手もやられないんで張ってこないのかな？うん。まあとりあえずね、本当に普通に、まあ打っていくんですけれども、まあこれで、まあ、やっぱり相手にちょっと分がある感じではありますね。で、まあ、ここでムーンホース打てたんで、これ打てたら大きいですね。これなんで打てたんだろう、相手の方が多分早いと思うんですけれども。これ張ってくんのかな、あるいは、もうカプレヒラで起点作りに来るのかな。あ、これ張ってこなかったですね。で、まあ、ここで対面取れたのが大きくて、で、まあ、草結びがギリ間に合うかどうかって感じなんですけれども、あ、間に合わなかったですね。これ間に合ってれば大きかったんですが、まあ、でもしょうがないですね。うん。まあ、起点作られちゃったんで、ここはランタン投げていくんですけれども、まあ、相手はこちらのギラティナを見てるので、まあ、ムーンフォース打ってくると思います。まあ、うん、ここはもうムーンフォースですよね。うん。で、まあ、シールド貼っていって、で、この後なんですけれども、どうだろうな、こっちが先に打てるかな、ギリ打てるか。あ、でも相手打ってきましたね。で、これムーンフォースまで溜まってるんで、これも貼っちゃおうかな。うん。相手にシールドを、取られちゃうんですけれども、うん。2匹のポケモンの HP をね、大量に起こしているのがいいと思うので、うん、まあ、しょうがないですね。まあ、起点もしっかり作ってますし。で、まあ、ここで波乗りを打っていって、で、相手がこれ張ってくるか張ってこないかなんですが、あ、張ってこなかったですね。で、ラストなんですけれども、出てきたのがリザードンだったので、これは悪くないですね。むしろ、うん、ランタンの HP を残しておいたのが、かなり刺さったかなと思います。まあ、さっき言ったようにも、ランタンも本当にリザードンに圧倒的な強さが起こっているので、まあ、ここでシールド2枚持っていって、さらにスパークでダメージを与えた後に、まあ、ギラティラで削りを入れて勝つって感じですかね。で、相手は、ブラストバーンなりドラゴンクローナーに打ってくると思うんですけれども、まあ、ブラバンでも、どうだろうな。あ、この HP だともう2発は耐えられないか。とりあえず、まあ、シールド剥がしてしまえば勝ちは勝ちだと思うので、まあ、ここで波乗りを打っていって、で、まあ、スパークでね、じわじわと削っていって、まあ、相手シャドウなんでね、スパークで結構削れますよね。うん。で、まあ、削りを入れていって、どうしようかな。交代消するかどうか。あ、しましたね。うん。で、相手が技打ってくるんですけれども、まあ、ここまでも削りを入れていれば、まあ、ギラティラで持っていって、相手はゲージ吐かないってギラティラ倒せないんで、うん、まあ、その後はまた、あれですね、ランタンの再登場で勝ちですかね。まあ、どちらにしろもうドラゴンクロー打っていって、まあ、ここでダメージを取って、まあ、その後のシャドウクローだけで持っていけるかな。うん。まあ、ドラゴンクローもう一発食らってもやられないですし、これはもう勝ちですかね。うん。対戦ありがとうございました。
今回もあれですね、ビザードンキラーのランタンが大活躍しましたね。まあ、カプレヒレにもね、強気に出ていけますし、やっぱりこのポケモンね、今、環境で結構強いなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手ビリジョンですね。まあ、これは出しがちなので、まあ、それは突っ込んでいくんですけれども、相手がピジョットに引いてきたので、まあ、そこにはランタンを当てていって、まあ、この体勢を作ってしまえばね、あとは3体目次第なんですけれども、まあ、だいぶ楽な形作れたんじゃないかなと思います。相手のピジョットはね、飛行技しかないので、まあ、電気タイプのね、ランタンにはね、全部今一つなんでね、これは、余裕を見て戦いますね。で、まあ、ここはもう10万ボルトを普通に打っていこうかな。うん、ちょっと起点作ってから10万ボルト打っていって、で、相手もこれもう貼ってもしょうがないと思うので、貼ってこないんじゃないかな。シールはもう、裏のポケモンに残していくって形だと思います。うん。で、そのまま突っ込んでいくんですけれども、あとはもうほぼ起点作りでいいんじゃないかな。まあ、ビリジオンがいるので、まあ、起点作らせてもらって何やかにしようと思うんですけれども、まあ、どうかなって感じであります。で、相手がここで、フェザーダンスを打ってきて、これなんかあれですかね、相手、どうなんだ、ピジョット裏に逃がすつもりなのかな。うん。まあ、でも、うん、まあ、それはそれで普通にもう交代時間そろそろ回るんで、うん、まあ、悪くはないというか、全然 OK だと思いますね。で、まあ、ブレイブバード打ったのか、今。で、まあ、ここで下げてきて、で、相手がここで、今何投げてきましたっけ？まあ、ちゃんと見てなかったんですけれども、まあ、とりあえず、あ、グライオンか。まあ、結構めんどくさいの来ましたね。ここにクレセリア投げるのもなかなかですし、うん、ギラティナも投げるのもなかなかですし、まあ、それがいたから相手あれですかね、ピーチョットを逃がしたって感じですかね。うん。まあ、でもこれはこれで、ランタンでできるところまで削っていって悪くないんじゃないかな。フェザーダンスで、うん、まあ、攻撃力下げられてるとはいえ、うん、まあ、だいぶ押せた気はします。で、まあ、ここで相手が、まあ、辻斬りを打ってきて、まあ、これギリ耐えてくれたらよかったんですけど、まあ、耐えなかったですね。まあ、でも、あれですかね、相手にピジョットがいることですし、まあ、でも、うん、まあ、HP 残り少ないんであれか。うん、で、まあ、初手がビリジオンということで、まあ、それであればもう、あれですかね、クレセリアを残しておけば、まあ、勝ちきれるので、うん、まあ、全然 OK ですかね。というわけで突っ込んでいくんですけれども、まあ、ここで相手が辻斬りなり何なり打ってくるんですが、まあ、受けちゃっていいかな。まあ、張ってもいいとは思うんですけれども、まあ、受けていこうかなと思います。まあ、自信でも OK なんでね。まあ、普通に受けていって、で、こちらはドラゴンクロウを打っていって、まあ、これで、あれですかね、グライオンを突破できるかな。どうだろう、張ってくんのかな。うん。ちょっとあれなんですけれども、張ってこなかったですね。で、まあ、グライオン倒させてもらって、で、まあ、ピジョットが出てくるのかな。おそらくピジョットが出てきて、ブレイバードなり、でもまあ、溜まってないかな。うん。これはもう相手諦めるかな。3体目見えてないとはいえ、ちょっと、うん、分が悪いと思うので、うん、多分諦めますね。うん。対戦ありがとうございました。うん、またまた今回もあれですね、ランタンがめちゃめちゃ刺さってましたね。ピジョットに対して、うん、圧倒的な強さを誇れるので、うん。まあ、そこが良かったですね。グライオンにも一応波乗りで、まあ、ダメージ取れたんでね。あれ、まあ、攻撃力下げられてなければもっともっといけたんで、うん、やっぱ強いですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手ブルンゲルで、まあ、この対面は、まあ、勝てるけどちょっと微妙ですよね。シャドーボールがやっぱ痛いんで、うん、なので、まあ、一発は耐えるんですけれども、まあ、その後の、まあ、たたり目ダメージとか、うん、あとは、ま、相手の動き次第では、なんやかんやされちゃうところはあるのかなと思います。まあ、シールド2枚持っていかれるのかな。うん、ちょっと難しい対面ではあるんですけれども、まあ、一応で出しがちではあるので、まあ、様子を見て戦っていこうと思います。で、まあ、これシャドーボールまで溜まってるんで、回っていって、で、あれですね、スナーの方で良かったですね。で、今度はしっかりタイミング合わせて、ここでドラゴンクロウ打っていくんですけれども、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかですね。まあ、おそらく張っても一発シャドーボールを打つっていう立ち回りをしてくると思うんですけれども、まあ、そこはどうしようかな。受けてもいいんですが、でもやっぱりギラティナ体力残しておきたいですよね。うん、まあ、裏はちょっとわかんないんですけれども、まあ、ギラティナは、シールドなくても結構ね、なんやかんやできるポケモンなので、まあ、あれですね、シールドを貼って、うん、まあ、シールドは取られちゃったんですけれども、まあ、そんな感じにしました。で、まあ、ここでドラゴンクロウ打ったんですが、ちょっと弱めに打っていって、で、あれですかね、もうちょっと強く打ってよかったか。これだと、ちょっと技打たれちゃうんじゃないかな。うん、まあ、シャドーボールは間に合ってないと思うんですが、バブル光線これ多分打たれてますね。うん、これもうちょっと強く打ってよかったな。ちょっと弱く打ちすぎましたね。うん。まあ、でも、まあ、このまま倒していって、で、相手がピジョットに引いてきたので、まあ、そこにはクレセリア合わせてきました。まあ、ここでクレセリア合わせた理由としては、まあね、なんすかね、攻撃力落ちたギラティナのね、技当ててもしょうがないですしね、シャドウクロウはね、相手、二重耐性があるので、まあ、ここでクレセリアを投げていって、まあ、様子を見ていくって感じなんですけれども、まあ、ここでランタンを投げてしまうとね、まあ、当然逃げられてしまうので、まあ、ランタンは隠し玉として取っておいて、まあ、ラストを見ていくって形にしようかなと思います。まあ、ここで相手のラストが、まあ、ラグラージとかだったらちょっともう、まずいんですけれども、
まあ、でもどうだろうな、うん、まあ、このまま突っ込んできてるんで、うん、ちょっとあれですかね、うん、で、まあ、最後出てきたのはコバルオンだったので、まあ、これはいけますね。コバルオン相手であればランタン強気に出ていけるんで、うん、まあ、強気というほどではないんですけれども、まあ、5分でね戦えるんで、うん、まあ、悪くはないかなと思います。で、ここで、ムーンフォースを打っていったんですが、まあ、間に合わなかったですね。まあ、先に打たれちゃったんですけれども、まあ、しっかりとどめ刺しに来るんじゃないかな。あれでストーンエッジで。うん、そうですよね。まあ、ストーンエッジでしっかりとどめ刺しに来て、で、まあ、ここにはギラティナを投げていって、で、削りを入れていくんですけれども、まあ、相手のね、ラストがね、ピジョットって分かってるので、まあ、これやられるまで普通にね、削っていって OK だと思います。途中でランタン投げるっていうのは、まあ、ないか。このまま突っ込んでいって OK ですね。うん。で、ここで、なんだ、影打ちを打っていって、相手、ピジョット途中で投げてくるんじゃないかな。多分、ギラティナのゲージが溜まったあたりぐらいで、ピジョット投げてきて、交代系を狙ってくると思うので、まあ、そこはね、しっかり見てからね、対応していこうかなと思います。で、影打ちが溜まったタイミングでやっぱり帰ってきたので、そこにはランタンを当てていって、まあ、これもいただきですね。うん、まあ、さっきも言ったように、ピジョットはランタンにね、手も足も出ないポケモンなんで、うん、まあ、ブレイブバード2発打ったところで全然、普通に耐えきれますし、こちらはその間にね、しっかりゲージ貯めさせてもらって、裏のね、なんだ、コバロンに対応していくって形で OK だと思います。で、まあ、なんならギラティナもまだストレッチ食らっても、やられる体力残っていて、影打ちまで溜まってるので、まあ、影打ちあと一発で相手落ちていくぐらいの体力になってるんで、うん。まあ、ほぼ勝ち確ですかね。うん。で、まあ、ストイッチなのかな、二度切りなのかな。まあ、どちらにしろ普通に受けていって、とか受けるしかないので受けていくんですけれども、うん。まあ、ランタンって結構硬いんですよね。二度切りだったら全然、三分の一も入らないぐらいのダメージでね、戦えるんで、これ多分波乗り間に合うので、波乗りで打ってこちらの勝ちかな。どうだろう。多分波乗りで、うん、とどめさせますね。ただ、フェザーダンスで攻撃力下げられてしまってるので耐えちゃうかな。うん。まあ、耐えちゃうんですけれども、ここで交代時間が来るので、まあ、もうギラティナ投げていって、で、まあ、影打ちを打ってこちらの勝ちですね。うん。まあ、これはどうですかね。まあ、出しがちだったかな。初手何でしたっけ。まあ、ちょっと忘れちゃったんですけれども、うん、まあ、あれですね。やっぱりランタンがね、しっかり最後刺さって、まあ、良かったですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は本当にあれですね、ランタンの活躍がとにかく目立ちましたね。やっぱり飛行系と水系、うん、そこに圧倒的に強く出ていけるっていうのが強いと思います。あとそうですね、何ですかね、コバルオンなんかにもね、割と戦えるんですよね。まあ、さっき見ていただいた通り、聖なる剣が意外とダメージ入らないですし、まあ、ストーンエッジもね、普通に全然耐えられるんで、なので、まあ、コバルオン相手にね、戦えるってのも大きいですね。やっぱり、なんやかんやコバルオン結構ね、いるんですよね。うん、まあ、ビリジオンにはね、やっぱり何もできないんですけれども、まあでもコバルオン相手であれば、まあ見ていただいた通りね、普通に戦えるんで、なのでまあ、うん、あんまりランタン使われてるの見たことないんですけれども、結構おすすめなポケモンなんですよね。うん。なんでみんなあんま使わないんだろうな。うん。まあ、あれですよね。リザードンにノーシールドでほぼ勝てて、ファイアローもほぼ勝てて、ピジョットもほぼ勝てて、うん。で、まあ、なんだろう、なんでしたっけ、トロゼルガーには地震とつららばり耐えつつ、こちらの10万ボルトの回転が速いので勝てて、カプリヒにも勝てて、ブルンゲル相手にも強気に出れて、うん。で、まあ、コバロンとも互角で戦えてって感じで、結構環境にね、まあ、刺さってるポケモンなんで、まあ、おすすめなんですけれども、まあ、クレスリアとかね、ちょっとギラティナとかには、まあ、ちょっと全く歯が立たないんですけれども、まあ、クレスリアあたりは全くということなのか、うん。まあ、悪くないポケモンだと思うんですよね。うん、まあ、100% 個体が必須で、うん、まあ、うん、そういうところがあるっていうのを、あと、あれか、エクセラーメも必要っていうところで、まあ、ちょっと、うん、なかなか個体を揃えるのが難しいのかもしれないんですけれども、まあでも本当に刺さってるんでね、もし持ってる方がいたら、まあ使っていただきたいなと思ってるんですが、うん、どうなんですかね。で、あとは使ってて思うのは、ランタンは裏に隠しておいた方がいいっていうのがポイントですかね。何ですかね。得意なポケモンに圧倒的に強く出れるので、まあ、ロックしやすいっていうのは、やっぱ裏に入れとくのがあれなので、まあ、リザードンとかね、相手の引き先に合わせて、まあ、ランタン合わせていけば、そこでね、圧倒的なアドを取れるんで、まあ、裏に入れるのが強いかなと思います。もちろんね、初手で出して、最初からね、ファイアローとかリザードンとか、うん、あとはまあ、水系のポケモンとかに当てられればいいんですけれども、うん、まあ、でも、なかなかね、初手でそれが出てくるっていうこともね、まあ、確定ではないので、まあ、そうであれば、まあ、広く見れるギラティナを初手に入れていって、まあ、そこで対面をね、できるだけ死守しつつ、相手の2匹目にランタンをしっかり合わせていって、あるいは引き先に合わせていって、まあ、戦っていくっていう立ち回りをすると、まあ、ランタンが刺さってればなんですけれども、うん、圧倒的なアドを取れるんで、うん、なので、まあ、うん、そこがいいのかなって思います。
うん、あとは環境の変化次第ではあるんですけれども、まあ、リザードンとかが活躍してるうちはまだまだね、あのランタン刺さると思うので、なのでまあ、うん、使い時は今のなのかなって思ってますね、うん。で、あと他のポケモンたちなんですけれども、まあ、ギラティラはね、言うことなく強いですし、まあ、クラシリアもね、まあ、そういうポケモンなんで、なので、まあ、あれなんですけれども、そうですね、まあ、注意するべきポイントとしては、まあ、ガラルマッキョがちょっと激重いかなっていう感じがあるので、まあ、ガラルマッキョが来た時はね、ちょっとギラティラに頑張ってもらう、あるいはクラシリアの草結びで、まあ、削りを入れるしかないんですけれども、うん、まあ、うん、まあ、自信をね、結構打たれるとね、ギラティラとかクリセラヤもね、大ダメージ受けてしまうので、なので、まあ、ガラルマッキョだけは注意が必要なのかなって思いますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。